はいえー、よろししくお願いいたします今日は、えー、ちょっとですねあの話をしようかなと思いますあの私がこの人の名前を初めて聞いたのはあの昔やっていた「愛の戦士レインボーマン」という、えーまあ、子供向けの番組で出てきたのが初めて聞いた時でこの「レインボーマン」というのはですねあの インドの山奥で修行するで奇跡の聖者と言われたダイバーだったという方について修行してレインボーマンになったという話です。ですからこのダイバーだったという人は私は正義の人なんだというふうに思っていたんですが実際は実情は全然違ってもそれは後から知ったことなんですけどまあ、とてもなていうんですかね悪い人だったということです。このレインボーマンというのをまあ 原作者っていうのはですね川内光漢さんという方で、まあ、非常に有名な方ですけどこの方は他にもですね月光仮面とかですねこんなのを、まあ、作ったりしてます。これもです、ね、月光仮面もですね学校菩薩というのをモデルにしたということで非常にこう仏教と関係の深いものを題材にして、まあ、こういうものを作っていたんですが。えー まあ見てみるとです、ね、この方はもともと日蓮宗のお寺のまあご子息さんだったと、まあ、いうことでまあそういう、まあ、ことを知っていたと、まあ、いうことなんですけどあのまあ他にもです、ね、作詞ですかねとかをやられてて、まあ、結構有名な歌もたくさん作られています。えーまあ、年配の方はご存知かと思います若い方はあんまり知らないともう亡くなられている方知られてなんで知られてないかなと思いますけど。 例えばですね「君こそ我が命」とか「ですね、えー、骨まで愛して」とか「ですね伊勢崎師匠ブルース」とかあとまあ話題にもなりましたけど「おふくろさん」という歌ですね、あのーまあ、おふくろさんの歌はですねあの森進一という方が歌ってたんですけど、えーまあ、ある時こうニュースになりましてこの「おふくろさんを,なをです、ね、森進一に歌わせないと」と、まあ、いうようなことを言って、まあ、こう随分ちょっと。 世間を賑したことがありましたあとですねあの有名なところではですね「漫画日本昔話」えー、この話のですね監修をされてた、まあ、この話は非常に有名な漫画ですけど、えー、これは約20年間続いたと、まあ、いうことです。で、えー、まあ,あの実際の台場だったという人はですね「法華経」にですね、えー 大和だった分、第十二と、まあ、いうところに出てきます。我々、まあ、禅宗ではあまり法華経を詳しく学んだりしないんですけど。まあ、あの、そこに、まあ、こう、お話が出てきまして。まあ、簡単に言えば、お釈迦様という人に、こう、非常に、こう、嫉妬したと言われます。まあ、もともと、この大和だったという方はですね。釈迦族の一族だった。つまり、お釈迦様というのは血縁者であったと。まあ、いうことなんですが。 でまあ、非常にこう、まあ、こう優秀なというか、えー、方だったんですが、えー、唯一勝てなかったのがお釈迦様、えーまあ、そういうことで、まあ、こう嫉妬心というのを起こしたと、まあ、いうことです。であの、まあ、いろんなことをやられたんですが教団を分裂させようとしたりですねそれこそお釈迦様を殺害しようとした、えー、これにはですね像を使うとかですね、まあ、こう殺し屋を雇うとかですねあとまあ 透析ってまあ、要するに石をこう何て言うんですかこう飛ばしてですねその石によってた、まあ、叩き潰してしまおうと、まあ、いうようなことをやろうとしたりするんですがこ、まあ、ことごとととごくこう失敗すするということですただこの方は決してあの悪いだけの人ではなくてですねあの主張してたことはまあ戒律の厳格化と、まあ、いうようなことですでお釈迦様は生ぬるいと、まあ、いうことを言ってですねあのまあそういうことをやろうとした。 えー、ですが、まあそれがことごと失敗したと。まあ他にもですね、あのー、まあいろんなこう条件があるんですけど、えー、お釈迦様にはですね、まあ出家前の息子さんがいますね。あのその息子さんも後継者にするというまあ話も普通だったら出てきたりするんですけど、この息子さんは非常にこう控えめな方で、あのまたまり表に出ようとしなかったと、まあいうことがあった。えー、それから他にもですね、優秀なお弟子さんがまあ 何人かいたんですが、えー、この方もですね残念ながらお釈迦様が亡くなる前に先に亡くなってしまったとまあいうことがあったということです。まあ最終的にこの方はどうなったかというと地面が裂けてですね地獄に落ちてしまったとまあいうことですね。えー、しかしながらこの宝鏡経に出てくる話ではですねあのまあこう亡くなった後に、えー、まあこう 改心してですね、それで救われていったとまあいう話です。で、こんな悪いことをしていた人がなぜ救われるのかというとですね、やっぱりそのまあこう仏教もそうですけど、大乗仏教の経典ということがあります。どんな人もあまりかく救っていこうではないかと、まあそういうところからまあできたまあそういうお話なんではないかなとまあいうふうに思います。私自身はですね、まあこの話に救われるところとしてはですね。 お釈迦様のような方でもですね、もうこう、まあ、反逆するものが出てきたいですね、ということなんです。えー、まあ私なんかもですね、あのまあ YouTube とかまあやってるとですね、まあこう批判を受けたりすることもありますけど、も、ま、う、あ、お釈迦様でさえですね、まあこんなものが出るんだから、自分のようなものが、ね、当然そんなのがあって当たり前だと、まあそういうふうにこう、えー、まあこう救われるというか、まあそんな話。 ですえー、まあお釈迦様の弟子でもですね必ずしも全てこう政治になったというわけではない、まあ、こういう方もいらっしゃったということで今日はそんなお話を紹介させていただきました。